夢の中で僕は知らない川のそばを歩いていた。近くの家の犬が僕に向かって吠えている。しばらくすると前の方から白い服を身にまとった知らない男が僕の方へとやってきた。僕はなぜかその男に導かれるまま道を進み、階段を降り、その先にあった地下道のような道をまっすぐに進み、その先にあった階段をまた登った。階段を登りきった僕に、先ほどの白い服の男は、こちらが先ほどの川の向こう側になります、と僕に案内をした。男が指さす方を見ると、確かに川の向こう側には先ほどまで僕が歩いていた道があり、僕に向かって吠えている犬もいる。そこで僕の夢は終わったが、しばらくして考えてみると、もしその川が三途の川だったなら、そう考えると少し背筋をぞっとするのを感じた。